お月様とお星様。夜になりました。お月様が空へゆっくりと顔を出します。お月様が顔を出すと、少し遅れてキラキラ輝きながら、お星様も空に顔を出しました。こんばんは、お月様。こんばんは、お星様。仲良しの二人はにっこり笑顔。今日はどんな一日だった？お星様はお月様に尋ねます。今日はね、ちょっとだけ空に出てくる時間を間違えちゃったんだ。真っ暗になってから出ちゃったから、いつもより遅かったでしょ。お月様は言いました。おっちょこちょいなお月様。お星様がくすくす笑うと、キラ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 と夜空にたくさんピカピカチカチカ流れ星が流れました。君はどんな一日だった？お月様がお星様に尋ねました。僕はね、たくさん空でキラキラチカチカしたかったんだ。でも今日は雲がいっぱいあって、空にある雲を見てお星様はしょんぼりしました。お月様は、じゃあこうしてあげる。ふーっと雲に向かって息を吹きかけると、空にあった雲がピューっとどこかへ消えていきました。雲がなくなると隠れていたお星様たちがキラキラと輝き出しました。ありがとう、お月様。お星様がクスクス笑うと、またキラキラと流れ星が流れました。仲良し二人の話は続きます。今日の夜は静かだね。僕たちのおしゃべり、みんなに聞こえちゃうかな。じゃあ、こしょこしょ話で話そうか。夜空にたくさん流れ星が流れると、二人はうとうと眠たくなってきました。そろそろ寝ようか。うん。また明日、たくさん話そう。はあ。お月様とお星様。二人は仲良く大あくび。おやすみなさい、お月様。おやすみなさい、お星様。仲良し二人は寄り添ってぐっすりむにゃむにゃ夢の中。ピカピカきれいなお月様、キラキラ瞬くお星様。
ぐーぐーすやすや。おやすみなさい。おしまい。お話は面白かったブー。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。